年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはグラスワンダー、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。スペシャルウィーク注目の春うらら8枠15番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。一番人気ラスワンダー。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ、声優スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は声優スカイ、安心で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はダイバスターレット。内から行く3番外から AM オペラ王。そのうち並んで6番少し離れて2番。1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。そして外目を突き出しては9番少し離れて岩早秀。内からグラスワンダー、それを見るようにスペシャルウィーク外から外からオグリキャップ。8番並んできた。そしてその外を回って5番、1番続いている。後方2番手に11番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭がやや早いのか、間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。セーフスカイまだリードをキープしています。続いて3番手に AM オペラ王。そしてその外を回って岩早秀。2番並んできた。すぐに続いてガイバスターレット、さらに内から6番、そして9番オグリキャップ追走。内をついて8番一馬審査スペシャルウィーク、それを見るようにグラスワンダー。1番並んでくる。向こう正面に入って先頭から進行までおよそ20馬身現在1番手は星雲スカイ。続きました AM オペラ王、残り数メートルを通過。内から3番、外を回って2番、外から岩早秀、さらにはガイバスターレット、それを見るように6番、外から8番、それを見るようにオグリキャップ1馬身離れてスペシャルウィーク、少し後ろから9番、外から外からグラスワンダー、さらに内1番、外には11番、そしてそのうち5番、最高峰ポツンと1人春うらら。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。長い足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。声優スカイここで抜け出した。スペシャルウィーク並んできた。スペシャルウィークすごい足で上がってきた。残り200。スペシャルウィーク足色は衰えない。スペシャルウィークリードは1馬身グラスワンダー。食らいついていく。スペシャルウィーク1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク。年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着はグラスワンダー、3着は声優スカイ。みんな強いね。次は負けないぞ。14番春うらら、6番人気。晴天のもとに開催される京都レース場。降っては闇を繰り返した天気のため馬場状態はやや重の発表です。このくらい引き締まった馬場ですとスピードに乗りやすいですよ。さあ1番人気の紹介です。待機シャトル。続く2番人気は TM オペラ王、注目の春うらら、7枠14番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは桜爆心王、7番、11番、島からガートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル。さあ激しい先行争いで前に出たのは11番、すぐに続いて7番、11番の7番、序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。重大が1つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。さあ花に立ったのは11番、このままリードすることができるか。第3コーナーの淀の坂を下る。続きました7番、さらには桜爆心王、それを見るように8番、差がなく9番、少し離れて4番、後ろ5番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。ナイクシャトル、まだ抑えたままだ。栄光まで400。ナイクシャトル不気味に息を潜める。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは11番、ハリウララ並びかけてきた。ハリウララ、すごい足だ。残り200。ハルウララ足色は衰えない。先頭はハルウララ、ハルウララリードは1マス。ハルウララ今ゴールイン。ハルウララ
に入ったのは庭園のお寺を。上空には灰色の空が広がる東京レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。一番人気はもちろんこの子、シンボリルドルフ。この評価は少し不満か。二番人気はこの子、ミホノブルボン。注目のハルウララ、6枠11番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマヤのトップがミホノブルド。9番期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、ハルウララ。ペースが速い、スタミナを切らさないか心配です。先頭をかけます、マヤのトップが。続きましたミホノブルド、ミホノブルド、マヤのトップが。2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。花を奪っていったのはマヤのトップが。続いてミホノブルド、早くも激しい競り合い。さらには西のフラワー、少し離れ14番大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま、うららっこー。ハルウララ前を狙っているぞ、シンボリルドルフ。まだ抑えたままだ。中盤が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナーを回って最初に駆け抜けてきたのは前のトップガン、ハルウララ。並んできた4着を切りました。そうですか、ハルウララ。基本的な末脚飛び込んできた、ハルウララ。一気に上がってくれ、ハルウララ。最後は2人の育てり合いだ。残り200、ハルウララ。抜け出した、ハルウララ。足色は衰えない。先頭はハルウララ、シンゴリルドレック追いすがる。お見事、ハルウララ。着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。ハルウララ URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと一つ、決勝へと駒を進めた。2着はシンボリルドルフ、3着に入ったのはマヤのトップガン。やったよ。